ストライダー対仮想陣地並びに航空支援の各部隊へ。今私が一番欲しいのは時間よ。時間さえ稼げれば私のプログラムがアーセナルバードを撃ち落とす。今のは作戦指揮官のディアナ・マコニー少佐だ。私は特技兵のレーマン中尉。これよりアーセナルバード破壊作戦を決行する。長い戦いになる。兵装を無駄に消耗させるな。あれがストーンヘッジか。思っていたよりでかいな。見ろよ、ケーブルだらけだ。電源車で無理やり稼働させてる。しかし、全対戦の兵器ってちゃんと動くのか？ぶっ壊れてたんだろ。動かなければ、俺たちの命運は尽きる。天に祈っておくんだな。だが、撃てればアーセナルワードで落とせそうだな。うん、撃てればな。それに当たればな。こちらメイク6、前方に敵戦車だ。敵戦車を発見、ロングキャッパー、緊急航空支援を要請する。メイフチックス、航空支援要請を了解した。直ちに展開させる。いいか、要塞を落とせってんじゃねえ。ここを守るだけの仕事だ。楽な仕事だぞ、有料分働けよ。ソイラワン、こちらメイフチックス、敵地上部隊の全滅を確認した。降下基地を観察する。どうしようお前ら、色気あった。今回は特別に45秒休憩だ。敵地を送ってこい。車両の破壊を確認。こちらメイクファイル、敵機動部隊約半数の撃退に成功した。どちらが強いのか思い出しただろう。メインシステムに通電、コールドベルト、シーケンス47から97までを省力。それでは起動、一発出ればいい。こちらメインシステム、まだ状態だ。地上と航空命令系、攻め寄せる時を抑えそうだ。新たな敵機増援か。こんな時に爆撃だ。包囲190。ストーンヘンジが空爆に耐えられるとは思えない。何としても阻止するんだ。メインフル5の敵部隊が全滅した。よくやったぞ。ストライダー、こちらメインフル7、敵航空機接近中。ここを掃除するつもりだ。味方機の助けがないと全滅しちまう。コンディショングリーンは 60%、 30% はイエロー、残りはレッド。20年以上前の壊れてた兵器だからね。ガタが来てて当たり前。イエローとレッドの箇所のチェックを急いで。了解。上空の味方に俺たちのことはいい。まずい気をやってくれ。こちらグリトンジル、ターゲットを指示したブリーフィングポイント地点だ。こちらメイルセブン、敵を撃退か。敵爆撃機を撃墜。いいぞ、その調子でストーンヘンジを守りきるんだ。メインヒル7への航空支援まだか。こっちは手も足も出ない。ミサイルをたっぷりか。ヘン
射。このストーンヘンジに撃たれたらアーセナルバードもひとたまりもないだろうな。敵だって兵力が無尽蔵にあるわけじゃない。レールが発射まで耐えるんだ。こちらメンヒルファイト、敵の動員と開国した。殴り合いなら望むところだ。戦争の命運を握る重要な任務であることを思い出せ。やっほー、助かった。三門戦のマークの2人、あいつが命の恩人だ。戦況準備を覚え、守りきったぞ。よくやった。ロングレンズ部隊か。あいつらがいなかったら逆にこっちが全滅してたぜ。また爆撃だ。今後もコード破線包囲ワンファイブだ。上がらない。予備のコンデンサーにバイパスしましょう。もどかしい。メンヒル5側の増援はこれで片付いたぜ。よく生き残ってるよ。チャンスってもんだ。相変わらずだな。注意、ロックオンされている。ミサイル接近。スライダーワンブレイク。戦闘機であんな風に動くものなのか。仕掛けてきている。支援要請のあった場所へ飛ぶんだ。サイクロプス隊了解。敵の撃墜を確認。あれに引っ掛けるものか。航空部隊がいくら増援で来ようが。こちらクリトル、任務完了。間に合ったようだな。しかし面白くて、兵器の測量員に民間人だと使いやがって、今回も汚れ仕事になっちまった。送信しないと致命傷になるぞ。ストライダー隊、手分けする。好きな方へ飛べ。爆撃、さらに接近中。急げ。よし、エリ部隊を任せるぞ。トリガー、部隊を率いて敵を壊滅させろ。ロケット砲はサイクロプスでやる。了解。注意、敵に捕獲されている。ミサイル返せよ。援軍と救護を要請する。すごい、
いただけ防衛を頼む。よし、発射準備を開始しろ。すでに敵に捕捉されている。やられる前に撃つぞ。あと何秒で撃てる。あのでかい大砲はもろい。発射できれば戦闘が終わる。迎撃するんだ、急げ。オリア、何やってる。リボン部隊を壊滅させた。奴らがストーンヘンジ内に入り込んだらアンチチャンスだったからな。よくやった。サイクロプス隊がロケット砲部隊を壊滅させた。さすがだ。敵は未勝だろ。ストーンヘンジが攻撃を受けている。ここが傷つかないのが大前提の作戦を。敵の必死さが伝わってくるぜ。向こうにとってもこの作戦は重要なんだ。私のプログラムに必要な時間がかなり稼げた。もう間もなくストーンヘンジ発射の準備が整うわ。なんだ、ちょっと待ってくれ。レーダーにかなり。この巨大な反応はアーセナルバードだ。目視で確認。やはりアーセナルバードだ。来やがったぜ。アーセナルバードより大量の UAV 発信を確認。まずい、ストーンヘンジを防衛しろ。的が近いほど不確定要素は減る。発射までの残り時間は？発射まで60秒。聞こえた？守り切って。射撃管制装置の再チェックも完了。レーダーによる封鎖修正も終了している。ヨネシンからの返事はないのか？センターはまだ残っている。世界最古のセンター。メンタナだね。どうするつもりなんだ。心肺性が低すぎるわ。
はマニュアル操作を実装すべきだと思い知ったわ。一番の功労者はロングレンジ部隊ですよ。その通りだ。特に2機の対象機、まさにオーシアの二つ頭だよ。あいつらについていけば勝てる。二つ頭ね。今後は攻守が入れ替わるだろう。アーセナルバードが落ちたことで敵の防衛範囲が狭まるからな。その分こっちがパイを奪える。パイを全部食べちまうつもりか。上層部の食い意地が張ってるんだ。もっともっと欲しがってる。だが今はしばし休んでくれ。反撃はここからだぞ。